ZX25R、もとい、ZX25R に、少しずつ赤いパーツが増えていっている様子は、これまで、さらっとお見せしてきましたが、今回は一つ一つのパーツを、改めてご紹介したいと思います。まずはハンドル周りから。ここには3つのパーツがありますので、3回にわたってお届けいたします。それではグッチさんどうぞ。こんにちは、グッチです。今日は ZX25R の、カスタムドレスアップ、について話していきたいと思います。まずはハンドル周りから紹介していきたいんですけど、このバイクは、ZX25SE モデルで赤白黒のバージョンになります。なのでハンドル周りも赤色が多いです。黒と赤が多くなっています。この中でやっぱりこのハンドル周りで一番目立つのはこの赤。レバーですね。ブレーキレバーです。これは有金谷さんから出ているブレーキレバーで、反対側の左側にはクラッチレバーが同じように赤色になっています。で、アジャスターは黒色にしています。このタイプの有金谷さんのレバーの時に、スタンダード版なんですけど、ここが折れるタイプのものを使っている人が非常に多いと思うんですね。ただ、バイクが立ち動きした時を除くと、こういう衝撃よりこういう衝撃の方が強いと思うんです。なので、こういう衝撃のために倒す、こちらにこけることを皆さん選んでると思うんですけど、衝撃に対して耐久度を考えるとこっちの耐久に耐えれるようにということで、折れないタイプのスタンダード版をつけてみました。有金谷さんのブレーキレバーはたくさん種類があって、どれにしたらいいか迷ってしまいますが、グッチさんは前後の衝撃にも強そうなスタンダードタイプをあえて選んだというお話でした。皆さんのパーツ選びのご参考になれば幸いです。それでは次のパーツ紹介もお楽しみに。